はい、どうも、こんにちは。はい、このチャンネルは、兵藤鉄二の一人遊びのチャンネルの、芸人の兵藤鉄二です。よろしくお願いします。<laughs> はい、このチャンネルはですね、私、松山商業で野球をやった後、社会人の常石というところで野球をやっていた、そんな私、芸人がですね、高校野球の地方大会や甲子園の結果へ予想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、野球が大好きな方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。 さあ、ということで今日ね、ちょこっと生配信はしてるで、まあアーカイブは消してるんですけど、生配信もちょっとしたんですが、えー、2022年栃木国体の準決勝が行われました <laughs> さあ、ということで昨日の勝利予想が当たっているのかどうかっていうのをまずはね、えー、話していきたいなと思います。はい、まず1試合目が国学院栃木対聖光学院高校で、私の予想は、聖、え、光、ー、学院が勝つと予想していたんですが、 3対0で聖光学院が勝ちました。おめでとうございます。<laughs> はい。えー、聖光学院がね、佐山くんが投げずに、2番手の小林くんが投げて、なんと完封勝ち。えー、小学院の次はね、森永くん、えー、武田くんの、えー、甲子園通りのバッテリーで来たんですが、えー、まあ3対0と、えー、成功聖光学院が勝ちましたということで、すごいですよね。長打がこの試合一本も出てないんですよ。 たンだたンだで、え、功学院が着実に点を取って決勝進出ということで、やっぱり今年の成功学院はね、え、今までの世代最強説って言われてるんですけど、やっぱ成功学院実力がしっかりあるなと思いました。はい、続きまして2試合目、え、大阪桐蔭対下関国際の試合で、私はね、夏の甲子園では下関国際勝ったんですが、え、国体では大阪桐蔭が勝つんじゃないかと予想をしていたんですが、3対1で大阪桐蔭が勝ちました。おめでとうございます。 はい、皆さん。えー、この2022、えー、国体。今まで6試合が行われました。なんと6試合中、6勝0敗で全て勝利予想を当てています。この調子で決勝も当てたいです。ね。2022年の、えー、この世代の最後、びっちり、国体は、 一つも外さずに終わったぞっていうのをね、ちょっとやりたいなと思います。はい。まあ、一応ね、え、下野市国際対大阪桐蔭の試合だったんですが、先発ピッチャーが中井くん、下野市国際が。そして大阪桐蔭が前田くんっていうね、結構ガチガチな野球できたんですよね。で、まあ、中井くんがやっぱりね、甲子園の疲れが残ってるのがちょっとピッチングに見えました。球速も140前半がマックスかな常時130。 2位とか3ぐらいのまっすぐ放ってたので、ちょっと見てて可哀想だなと思ったんですが、まあ、高校生活最後のピッチャーだったんでね、まあ、悔いなく、えー、最後はね、投げ切ったんじゃないかなと思います。で、小賀くんが変わってから大阪桐蔭打線を、えー、無失点にずっと抑えてましたよね。ずーっと三者凡退で抑えてて、小賀くんさすがだなと思いました。はい、夏の甲子園の雪辱をね、この国体で十分ピッチング内容で示したんじゃないかなと思います。えー、そして大阪桐蔭は選抜が前田くん。 一応ね、0点には抑えたんですが、毎回先頭打者をね、出しながらも、あの、0点に抑えるというこの粘り強さは素晴らしかったですし、変わった別所君も、まあ8回に1点は取られましたが、三者凡退で抑える回が非常に多かったなと、好印象でした。えー、ということで、まあ大阪桐蔭はね、谷口君、エビデ君、丸山君が2レースを追って、まあ3対1と、大阪桐蔭の実力を示して、 決勝戦が聖光学院対大阪桐蔭の本当の、えー、実力行動史がぶち当たります。はい。ということでね、まあ、夏の大会の決勝がこの2チームも僕は全然おかしくなかったんじゃないかなっていうようなこの2チーム。はい。勝利予想、外さずに予想したいなと思います。皆さんもよかったらコメントで、えー、どっちが勝つんじゃないかと。優勝するのはこっちだと、えいう予想をしてほしいなと思います。ということで、私の大阪桐蔭対 聖光学院の試合、勝利予想。大阪桐蔭にします。はい、えー、私の勝利予想、大阪桐蔭。はい。点数の予想はですね、えー、おそらく、4対1。4対1で大阪桐蔭が勝つんじゃないかなと思います。佐山くんがね、昨日や、今日、今日か。 今日休めてるので、で、明日休んで5日が決勝ということなので、えー、サイマ君がおそらく先発、そして大阪桐院の先発はおそらく川原君が来ると思います。どちらもね、高投手なので、どっちもバッティングはいいんですが、えー、鍵を握る人間、赤堀君、安田君あたりね、成功学院は、そして大阪桐院は、エビネ君、丸山君、そして松尾君、えー、この辺あたりをいかに抑えるかっていうのが鍵を握るんじゃないかなと思いますが、私は大阪桐院が勝つと思います。 えー、そして、軟式野球の方も決勝戦が、えー、行われます。10月5日ですね。軟、えー、式野球の方の決勝が、作新学院対鹿児島実業の試合となっております。作新学院は1回戦中京高校に1対0と破って、えー、準決勝は安倍の小学に1対0と、えー、素晴らしい軟式のザ・軟式という試合をやってますよね。 えー、そして一方の鹿児島実業は1回戦上田西高校に1対0。そして準決勝の三浦学園に対して3対2と、えー、とてもいい試合をしております。この軟式の決勝戦も非常に楽しみではございますので、ぜひ皆さんね、チェックしてみてください。えー、私10月5日、まだ確定ではないんですが、おそらく生配信ができない可能性が高いです。 はい。なんで、えっと、ちょっと動画もすぐには出せないかもしれないんですが、ぜひね、えー、国体の動画も出したいなと思います。さあ、私の勝利予想、7勝0敗で無事、ノーミスで勝利予想を当てることができるのか、楽しみにしたいなと思います。 はい。ということで、この動画はここまでとなります。ぜひ皆さんね、あの、昨日の動画でも言いましたが、えー、コナミさんのパワープロプロスピー公式チャンネルの方で出てますので、よかったらそっちの方もチェックしてみてください。はい。ということで、このチャンネルが面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは